漫画でっきょんな、どもども、中年ゲーマーよろさんです。さて今回は討伐クエストに追加されましたホルネウス2024のロマンシングをやってまいります。てなわけでまずは今回のパーティーの紹介。陣形はバックコンセントレーション、配置はこんな感じです。パーティーメンバーの詳細はこのようになっております。ケロッグコーンフロスティの装飾品が全く意味なしのような気がしますがきっとウッドエレメンタルです。属性耐性はこんな感じ、残打とつれ依頼を上げるようにしております。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。行くぞー。と言いましても別になんか注意しないといけないってことはないんですけどね。アビリティ見た感じですと15ターン目以降からめっちゃ強くなるっぽいんで、15ターン以内にしばき上げて3枚に下ろしてやればいい感じかと思います。とりあえず開幕はアドラー先生には踊ってもろて、ロリは使用回数制限技で味方にアビリティ付与してもろて、ミドウ君は太陽の小町エンジェル歌ってもらいます。ケロッグコーンフロスティはユリカゴから墓場までアーマーリフォージ、アイスも己の肉が骨からそげ取れるまで灼熱供給です。続きまして2ターン目、アドラー先生はここから攻撃に参加。ここまでに追撃3回付与されてるとちょっと幸せな気分になれます。ロリはここから基本マーキングアクスレンダー。ミドウ君はクグスコンビネーション。ケロッグアイスはこれまでもこれからもずーっと一緒です。3ターン目、ミドウ君が紅葉師匠を使うようになること以外は一緒です。ミドウ君が OB 打てるようになってるんでロリと仲良く OB 連携。ここで一番注意しないといけないのは流れで全員 OB をしてしまってアイスも一緒にぶっ破しちゃうことがたまによくあることです。ここだけの話それで撮影やり直すということがちょこちょこございます。まあ撮り直しがめんどくさい時は、間違えちゃった、てへぺろ。で終わらせることもありますけどねあとは OB を使うか使わないかくらいが違うだけでやることは変わりません。ひたすら同じことの繰り返しな戦い、耐久盛りつつ全力で殴るだけの簡単なお仕事でございます。まあただの討伐クエストなんでもともとそこまで難度が高かったものではありませんが、9月に入って一番変わったと思うことは高難度系のクエストが耐久盛るだけ持って殴るだけのワンパティーンなクエストばかりになったってことですかね。まあもともと耐久持って殴るだけってことは変わらんのですが、しっかり漏れてないと開幕からアイバーしていたのにかなり火ダメをマイルドにしてきたといった感じですな。まあそれをすることで持ち物検査が厳しくなるだけだったんで、まんべんなく幅広いユーザーに楽しんでもらうとなったらそうするしかなかったんでしょうな。まあ元凶は今年に入って目の前の集金に注力しすぎて一気にインフレさせた運営側なんですが。続きまして5ターン目、もちろんやることは変わりません。
なもんでこれ以上特に話すことがございません。ということで久しぶりの唐突に始まる雑談コーナーでございます。いやおめえの雑談なんて聞きたかねえよという方はここでブラウザバックしてくださいませ。特にこれといったドラマチックな展開もロマンシングな展開もなく9ターン目に倒して終了でございます。お疲れ様でした。今回、討伐クエストやってて思ったことなんですが、やっぱり倍速機能があるっていいなーってことでございます。だいたいここ最近ずっとロックブーケをしばき上げてからの竜姉様しばき上げるだけの退屈な日々を過ごしていたせいか、フォルネウスとの戦いで3倍速で戦闘した時にちょっと感動すら覚えましたわ。いやーね、記憶再生の実装でユーザーのプレイ時間が大幅に削減されましたやん。運営さん的にはこの空いた時間でクリアしてない幻闘場や討伐クエスト、バトルヒストリア、あとは健康のためにお散歩でもしてサガロードでユーザー間の交流を深めてはいかがでしょうか？みたいなことを考えていたのかもしらんですが、高難度なんて一回クリアしたら基本やることないでしょうし、バトルヒストリアも実装当初はクリアでジュエルがもらえるキャンペーンがあるからやってただけ。サガロードなんてこないだの廃止発表まで存在そのものを完全に忘れておりましたからね。そうなったら周回が99割を占めていたこのゲーム開くことがなくなるのが、コーラを飲んだらゲップが出るってくらい確実やって小学生でもわかると思うんですけど、それがわからんかったんでしょうねー。誠に残念無念でござそうろう。で、ユーザーのプレイ時間を増やすための施策として当社の関門を実装したんでしょうが、記憶再生ができないのは千歩譲ってまだ理解できるとはいえ、倍速機能を実装しなかったのがこれがわからない。まあプレイ時間のかさ増しをしたいがために倍速機能も排除したんでしょうが、ほんとなぜそれで何の不満も出ずにいけると思ったのかこれがわからない。まあ今月は自動再生チケットを多めに配ってくれてるんでまだマシやと思いますが、それだけで最大進化まで持っていけるっていうほどの量を配ってるわけではないので、ユーザーの負担を考えるなら倍速機能は入れとくべきでしたな。相変わらず爪が甘い運営陣やなと思ったそんな連休終わりの朝でございました。とまあそんなこんなでいい感じに尺稼ぎもできまして現在7ターン目、フォルネウスの残り HP もあと2割ほどといった感じですな。それではそのまましばらくお待ちくださいませ。雑談聞けたから満足したという方はこの辺でお疲れ様でした。またのご来店を首を長くしてお待ちしております。まあその前に私の動画がアップされるのを首を長くしてお待ちいただくことになりそうですけどね。最近ちょっとまたペースダウンしておりますが、今回はロマサガ RS のモチベがどうこうの話ではなく、普通に今仕事やらプライベートやらが忙しくてこれが精一杯といった感じです。なもんで以前のようにタイムリーにアップはできませんが、まあ趣味レベルでぼちぼちやっていこうとは思いますので気が向いたらコメントなど残していただければこれ幸いでございます。とまあ私からは以上です。それではフォルネウスの3枚おろしが出来上がるまで少々お待ちくださいませ。以上、フォルネウス2024、私のクリア動画でございました。では。